ゲームボーイは1989年4月21日に任天堂が発売した携帯型ゲーム機。日本国内での発売当時のメーカー、希望小売価格は12500円9800円8000円。略称はギガバイト。また製品コードは DMG でドットマトリックスゲームが由来。また、携帯型ゲーム機としては初めて。 累計販売台数が1億台を突破した。1280万台以上を売り上げた、任天堂初の携帯ゲーム、任天堂の携帯ゲーム機としては2つ目に当たる。同社を玩具メーカーとして成長させた、横井軍平が開発。初代ゲームボーイの開発期間は、当時の任天堂本社の建て替えと重なっていた。開発当初は、ファミリーコンピューターよりも、はるかに、高画質なメガドライブや、 PC エンジンなどが発売されており、スーパーファミコンの開発が進んでいた状況にあったため、社内でも今更モノクロで売れるのかとあまり期待しない声があったが、ローンチタイトルに続き6月に発売されたテトリスの売り上げ本数は最終的に423万本を数えるヒットとなった。エポック社から発売されたゲームポケコンに次ぐロム交換方式の携帯型ゲーム機である。 シチズンから液晶テレビ用のモノクロディスプレイの売り込みがあり、開発がスタートした。本機はシャープと共同で開発し、シャープは40億円を投じ、ゲームボーイの液晶開発用の工場を設立。液晶は同社のものを使用している。当時、末置き型のゲーム機では使用できる、色数の多さを歌う機種もあった中で、本機は乾電池の持続性と価格面の兼ね合いから、 モノクロ型を採用している。画面は STN 反射式モノクロ液晶。異なるゲームのあらゆる表現に対応する液晶表示として細かい表示セグメントを縦横に格子状に敷き詰めたドットマトリックス式を採用した。開発時は TN 液晶の採用が検討されていたが、当時任天堂の社長だった山内博の画面が見られないとの意見で STN に変更された。 STN 型液晶は反射に弱いため画面のコントラストを調節するダイヤルがついている。コントラストを弱くするほど電池の持ちが良くなる。ゲームボーイの液晶の寿命は短く、スーパーマリオラウンドやアレーウェイなどのようにプレイヤーの残り数が固定位置に表示されるソフトは残り表示がまた液晶の反射板が黄色に近い色で ドットの配置されている LCD の大部分では液晶の灰色みがわずかに混じった鈍い黄緑色になっており、視認性は悪かった。なお、ゲームボーイポケット以降ではベースをやや白色に変えたり耐久性を見直したこともあり、かなり視認性が向上した。筐体デザインは下部がアシンメトリーになっており、左側を軸にして本体を支えつつ十字キーを操作し、よく使う。 A ボタン B ボタンがある右側の下部は丸みを帯びた曲線にして本体が手首に当たらないように配慮している。液晶保護カバーのフレームの色は花札の藤にほととぎすにちなんで藤色。十字キーの黒色 A ボタン B ボタンの赤色は花札の裏紙の色を表している。液晶保護カバーがついているために中にゴミやホコリが入ると取り出せなくなり、 非常に見づらくなるため、所有者の中には自らカバーを分解して、ホコリを取り除くものもいた。また、カバーの影が液晶に落ち、画面最上部の表示が見づらいといった難点も生じた。パッケージのデザインは横井軍平が行っており、これはデザイン費用を軽減させるためでもあった。理面を付属品の説明にしたのも横井のアイデアである。発注は、 わ田印刷の北工場。初代ゲームボーイの本体や初期の頃のゲームボーイソフトのパッケージに印刷されている小さな四角は21個あり、本体の発売日の21日にちなんでいる。初代ゲームボーイの CM は3人の少年がゲームボーイを持って旅に出るというシチュエーションであった。家畜舎の藁の上で寝て夜は焚き火を囲みながらゲームに興じ、便乗した。 貨物列車から原野に飛び出すが、ゲームボーイを忘れたことに、少年たちは取りに戻るというシーンが描かれた。初代ゲームボーイには、パイロットランプが採用されている。このランプを安定して点灯させるための電圧が、電池から得られなくなると、次第にこのランプの光がチカチカするので、これによって電池を交換するタイミングがわかる。もっとも電池残量が少なくなると、 画面の映りが悪くなるので、こうした形でも、電池の残量は把握できる。1989年に、全世界で発売され、同時発売ソフトは、スーパーマリオランド、アレーウェー、ベースボール、薬万の4本だった。他のゲームボーイと通信ケーブルで通信できる。主に対戦やデータ交換に使われた。d アック信号が全くないために、 通信を正確に行うにはトリッキーなプログラムが必要だった。通信中にケーブルを引き抜くとデータが破損するという注意書きもあったが、通信中に誤ってまたは悪ふざけでケーブルを引き抜く事故が絶えず、これを利用してバグ技に使用する者も,もいた。ポケットモンスターではポケモンをコピーする裏技があった。一般的にゲームボーイの音声チャンネルは本体のスピーカーではモノラルである。 ステレオヘッドホンなどを使用すると自動でステレオにチャンネルが切り替わる。最初の値下げの前まではゲームボーイにステレオイヤホンが同梱されていた。ニンテンドーのニンテンドー DS 用ソフト友達コレクションではお宝として登場している。別冊宝島には1989年のサブカル流行の一つとしてゲームボーイが紹介されている。 ゲームボーイ本体は1989年4月21日に12,500円で発売後、1993年6月6日にゼルダの伝説部を見る島発売と同時に9,800円に価格改定が行われ、翌年1994年5月1日に8,000円に再度価格改定が行われた DMG CPU ステレオ出力化。イヤホン。 または、ヘッドホン等の外部出力使用時のみ、ステレオ音声。イヤホン未使用時は本体に、搭載のスピーカーが一つの関係で、各チャンネルの音声は合成されて、モノラル出力となる。ファミリーコンピュータと比較して、CPU、RAM、ベレムの性能で優れている。X などでは、この CPU 性能を活かし、低 f p s ではあるが因縁消去を行った。 ワイヤーフレームによる完全な 3DCG を描画していた。ファミリーコンピュータにも同様に 3DCG を用いたスターラスターがあるが点とスプライトのみの描画であった。一方で画面解像度と色数とスプライト表示性能はファミリーコンピュータの方が優れていた。特にファミリーコンピュータはカラー表示ができたがゲームボーイはモノクロであった。したがって キャラクターのアニメーションではゲームボーイの方が優れているが静止画の質はファミリーコンピュータの方が優れていた。音源の面ではゲームボーイの音源のパルス波やノイズはファミリーコンピュータとほぼ同等の音だがファミリーコンピュータでは疑似三角波と DPCM 音源を鳴らせたのに対しゲームボーイでは波形メモリ音源を鳴らすことができた。また、 ファミリーコンピュータの音源はすべてモノラルだったのに対し、ゲームボーイの音源はすべてステレオ再生可能だった。ただし、本体のスピーカーは一つのためモノラル出力であり、ステレオで聞くにはイヤホンジャックの利用が必要だった。音量レジスタの値を高速に変更することで、PCM 再生を行うことも可能で、ポケットモンスターピカチュウのゲームスタート画面などで利用していた。 しかし、音量レジスタ書き換え時に非線形に音量。湾岸戦争で外装が破損したゲームボーイ。ニンテンドーニューヨーク展示。子供が取り扱うものであるため、ゲームボーイ本体には厳しい耐久テストがあり、頑丈に設計されている。耐久テストとして、本体を高いところから投げ落とし、壊れた場合には作り直し。 投げられた後でもきちんと動作すると確認できてから発売が決定したとも言われている。任天堂はゲーム会社にできる唯一の支援として湾岸戦争の際にアメリカ軍兵士に沫、その後空爆で倒壊した兵舎から発見されたゲームボーイは外装がひどく焼けていたが内部には問題はなく正常に動作したというエピソードがある。このゲームボーイは その後ニューヨークのニンテンドー直営店、ニンテンドーニューヨークに保管展示されており、触ることはできないが、常時、テトリスのデモ画面が動いている。また、開発当時、ニンテンドーの社長だった山内博士が完成したばかりの最終デモ機を床に叩きつけ、問題なく動作したため発売が決定されたという、情報源の不明な逸話があるふしている。これについて、 任天堂広報室はいつの間にかそのような話が出来上がったとコメントしている。しかし内部基板を含め本体強度は高かったものの液晶画面には経年とともに横線、縦線状の空ラインが発生してその部分が表示されなくなりプレイに支障をきたす故障が多発した。湾岸戦争帰りのゲームボーイ写真ではラインズの行で 画面中央部を横切る白い横線がそれである。使用時間がさらに経過するとこの症状はさらに進行し、空線が幅広くなったり、別の位置にも新たな空線が出現したりする。それゆえ減損する初代ゲームボーイで正常な画面のものはとても少ない。またこの不具合はゲームボーイブロス、銅ポケット、銅カラーへの買い替え需要の一因にもなった。多少は、 個体差もある。後に、ライン抜けの原因は特定されており、熱化塑性樹脂を採用した信号ケーブルの接触不良である。この伸び縮みする男性部分に持ち歩く等の振動につながる行為を極力行わない個体は酷使されても画面故障の起こらない場合もある。また、有志により YouTube などで故障部を熱を与え修理する動画も公開されている。 ソフト本体の仕様として、ラベル面の右上にだけ欠けが見られるが、これは、初代ゲームボーイの起動時にスイッチオンと連動して、出っ張りが突出し、右上の欠けたこの位置に当たるためである。この出っ張りは欠けた部分に、出っ張りが引っかかる、この位置までソフトを挿入してくださいという意味であり、ソフトを浅く挿入しただけでは、本体の出っ張りにソフトが接触して起動すら、できなかった。 また、商品としてのソフトの構成は、紙製の外箱、真ん中にソフトを収めるためのくぼみが開いた、プラ製の透明トレイ、ソフトケース、説明書を基本としている。ソフトによっては、はがきやチラシなどがついたものもあった。ゲームボーイカラー専用ソフトになると、カートリッジ形状の変更による製造コストの関係から、この構成は変化し、トレイが紙製になり、さらに、 ソフトケースがつかなくなり薄いビニール袋で代用された。モノクロ用の全ゲームボーイソフトにケースがついていたため一部では新品なのにケースがついていないと勘違いするものもいた。この変化以降、任天堂のすべての携帯ゲーム機のソフトにソフトケースが付属しなくなった。中古店などではソフトのみの状態を俗称で裸と呼称していたが、これは箱や ケースななどの付属品がすてない状態を指す日本の初期のサードタイトルの多くのソフトにはタイトル画面の一番下にライセンスドバイニンテンドが表記されニンテンドの許可を得てリリースされていることを示しており紙箱のイラストもニンテンドのソフトと告示しているがスクウェアなどのメーカーや後期のサードソフト作品では表記されていない春研究所開発任天堂発売の 星のカービィでは、開発元が実社で発売される、予定の、ティンクルポポの内容をアレンジしたものであるため、ライセンスド2ニンテンドの表記がある。1994年後期から1995年初期に、カセットラベルに書かれた、コード、DMGJ から、DMGJJPN に変更された。 ハードウェア間のソフトの互換性ゲームボーイシリーズは、任天堂の世界的ヒット商品になり、様々なバリエーションと、周辺機器、後継機種が作られた。初代製品の系列ゲームボーイブロス初代製品のカラーバリエーション。ブロスとは、ブラザーズの省略系、ブロスをカタカナにしたもの。商標としての提案者は、糸井重里。任天堂発売のギガバイトカートリッジ同ンの、 広告や雑誌などでは、ゲームボーイブラザーズと紹介されることもあった。初代製品に似た、ホワイト、スケルトン、レッド、イエロー、グリーン、ブラックがあり。発売時に当時、スマップのメンバーであった、木村拓也が出演し、大いに話題になった。ゲームボーイポケット小型ウス型軽量化、液晶機能の向上と背景色変更による画面の、視認性向上。 カラーバリエーションもこれ以降一般化。電源は単4型乾電池2本バッテリーパック AC アダプタ。この外付けバッテリーパックはイギリスポンド GBL-GBC 本体に接続するプラグを専用充電器に付け替えて充電する形になったため、初代機用の充電式アダプタのように充電しながら AC アダプタ代わりに使うことはできなくなった。 ゲームボーイライトゲームボーイポケットとほぼ同じサイズで画面にバックライトを搭載している。乾電池が単三型2本である転移以外はゲームボーイポケットと同じ電源が使える。2007年に公式サポートが終了したのはこの機種まででカラー以降は2012年現在も継続されていたが2016年の段階では ゲームボーイアドバンスを含めたシリーズの全機種のサポートを終了している。スーパーゲームボーイスーパーファミコンカートリッジスロットに挿入して使用するスーパーファミコン用周辺機器、ゲームボーイ用ソフトをテレビ画面で遊ぶことができる。対応ソフトでは最高13色、それ以外では4色のカラー表示が可能。 スーパーゲームボーイにスーパーゲームボーイには搭載されていなかった通信コネクタを装備ゲームボーイカラーカラー化され最高で56色同時発色可能赤外線通信機能が搭載されたゲームボーイアドバンスゲームボーイカラーと互換性を保ちながら大幅にパワーアップされたゲームボーイの完全次世代型携帯型ゲーム機ゲームボーイアドバンス SP 折りたたみ型 フロントライト付き反射式液晶ディスプレイ搭載。日本未発売ながらバックライト搭載型のものも存在する。ゲームボーイプレイやニンテンドーゲームキューブの底面に接続し、ゲームボーイ及びゲームボーイアドバンス用ソフトをテレビ画面で遊ぶことができる周辺機器。いわゆるニンテンドーゲームキューブ版のスーパーゲームボーイ。ゲームボーイミクロゲームボーイアドバンスを小型化。 バックライト付き液晶を用いた。ゲームボーイカラー以前のソフトを利用することはできない。左から、ゲームボーイ、ゲームボーイブロス、ゲームボーイポケット、ゲームボーイライト、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンス SP、ゲームボーイアドバンス SP、ゲームボーイミクロゲーム機の中では、世界で最もカラーバリエーションが多い。 初代ゲームボーイの通常色だけでも7種類、さらに世界中の初代からゲームボーイアドバンス SP の通常限定色合わせると100種類以上ある。ハードウェアの進化に伴いゲームボーイシリーズのカートリッジも変遷を遂げている。初代ゲームボーイの発売当初カートリッジは灰色だった。スーパードンキーコングギガバイトで初めてバナナ色のカートリッジが使われた。 あとにゲームボーイカラーが発売されるとカートリッジの色は黒とスケルトンの2種類に分かれた。黒いカートリッジはモノクロ版のハードでも使える共通カートリッジでスケルトンのカートリッジはカラー専用である。ポケットモンスターなどカートリッジの色が違うものもある。カートリッジをラベルが見えるように置くとモノクロ用及び共通カートリッジには右上に切り欠きがあるが カラー専用カートリッジには切り欠きがなく、カラー専用カートリッジを初代機に挿しても電源を入れることができないようになっている。カラー専用カートリッジ内のプログラムもハードウェアを識別するように作られており、ポケットやライトに挿した場合には、カラー専用ソフトである胸が表示される。他にもラベルの上にあるゲームボーイロゴの周辺がカラー専用では出っ張っており、それ以外は、 凹んでいるなどの違いがある。次世代機であるゲームボーイアドバンスのカートリッジも接点部分の仕様は同じだが一辺が短くなりゲームボーイカラーまでのハードに挿してもスロットに電気的につながらなくなっている。無理に差し込もうとすると抜けにくくなる。同ハードのカートリッジは裏面に切り欠きがあり同ハードにおけるカートリッジの識別の他ニンテンドー DS が ゲームボーイカラーまでのソフトに対応していないことに関してもカラーまでのソフトがスロットに入らないようにするという効果を持っているゲームボーイにもタイトルによって様々なロム容量を持つカートリッジがありゲームボーイカラーが登場してからは16メガビットのものや最大32メガビットの容量を扱うソフトが登場しているゲームボーイ互換機も参照カテゴリー ゲームボーイ用ソフト及びゲームボーイのゲームタイトル一覧を参照最後の任天堂公式ソフトは2002年6月28日発売のフロム TV アニメーションワンピースマボロシのグランドライン冒険記。であるが非公式ソフトのリリースは現在でも続いており発売30周年となる2019年4月21日にはゲームインパクトからドラキュラの白が発売された ありがとうございます。